はい、どうもラグナロクのイユと申します。今回はこちらのゲームバカサスペンスというゲームをやっていきたいと思います。こちらね、プレイ、アプリストアでプレイストアで見かけてね、ちょっと面白そうだと思ったのでインストールしてみました。初見、完全初見プレイとなってやっていきたいと思います。スタート。ちょっとね、動画時間どのぐらいになるかもわかんないんですが、はい、ケース1、置き去りのダークマター。サークルメンバーと楽しく飲んでいたその日、事件は起こった。ケース1、仮、ケツで帰る。ああ、そういうこと。じゃあ、スタートです。はい、早速向かいましょう。こちらのゲームね、登場人物が全員バカという、説明書きがありました。俺の名前はアホだ。アホだ。どこにでもいる普通の大学生で、男女7人のサークルに所属しているんだ。そんな俺が何のサークルに入ってるかっていうと、お腹が痛いから、また今度紹介するよ。おっと、それより大事なことを忘れていた。これから遊ぶ君に一つ聞きたいことがある。君はタケノコ派？キノコ派？これはタケノコの里と、タケノコの里とキノコの山だね。俺はタケノコ派かな？うん。ごめん、ちょっと聞こえなかった。君はタケノコ派、キノコ派？どういうこと？え？まさか。なんと、都合のいい方しか聞き取れない。あ、やべえ。読むの忘れた。それじゃあ話を戻すよ。今日はそのサークルのメンバーのうち、5人が集まって、俺の家で飲み会をしてるってわけ。でもちょっと今、俺お腹痛いんだよな。アホだ。顔色悪いけど大丈夫か？ああ、ちょっとお腹痛くって。もう限界だ。トイレに行こう。アホだ。トイレどこ？で、さくらもトイレか。さくら。あ、間違えた。さくら。トイレなら廊下に出て、右だ。オッケー。さくらが戻るまでの我慢。今のはトイレの方からだ。誰かが流してない。おい、誰だよこれ。え、あ、広告を押した。広告を押した。雰囲気が、うん、休憩 OK。 え、ちょ助けて。ごめんなさい。通し、はい、OK。 ははーん、どうしたんだ、赤木。聞かなきゃよかった。こいつはしょうもないことしか言わないんだ。分かったのさ、この事件の犯人がね。ほら、いや、いいよ、俺トイレ使いたいし。ここは少々匂い。さあ、部屋に戻ろう。匂いが強すぎて、俺たちは扉を閉めて戻った。さて、トイレを流し忘れた犯人は？この話続くのか。俺の鼻が、腹が持たないよ。トイレの犯人なんて誰でもいいじゃん。そうだ、こんな話はやめてくれ。アホだは腹痛なんだ。何度もトイレを往復していれば忘れることもあるよ。え？俺が流し忘れたってことか。いやいや、違うよ。アホだ、最低。桜、見ちゃダメよ。ふぅ、見ようと思ったのさ。冗談じゃない。女子の前で犯人にされたってごめんなんだ。トイレ事件の犯人は君だ、アホダ君。一体誰だ。俺に犯人は犯行をなすりつけているクソ野郎。さあ、ここから本編スタートですか。なるほど、置き去りのダークマターっていうのはそういうことでしたか。
こうなったら真犯人を見つけ出すしかない。ジュルル上がれ。うそれもできるだけ早くだ。読むの大変ですね。まずはみんなに話を聞いてみようかな。この人誰？若葉。ふえよ、汚らわしい。それ以上近づかないでくれる？若葉。口うるさい女子で桜が大好き。俺への態度が冷たい。小学生みたいないじめやめろよ。桜はあんな目に合わせた男とは距離を取るべきだと思ってね。売金扱いってわけか。最悪。間違えた。桜、あれは俺じゃないんだよ。言い訳なんか聞きたくない。桜、マイペースで人に無頓着。顔は可愛い。バナナにハマっている。はい、次、あかり。アホだくん、そんな新築臭い顔してないで楽しく飲もうじゃないか。犯人が見つかれば楽しく飲めるんだが。まだ自分が犯人だと認めないつもりかい？当たり前だろ。ま、せいぜい頑張ったらいいんじゃないかい。あかり、自称イケメンホスト。バイトのくせにムカつく男だ。そしてヒカル、なんだか大事件になってしまったね。アホだ。ニコニコしやがって。お前楽しいんじゃないか。そんなことないよ。犯人がちゃんと分かった方がみんなスッキリするんじゃないかって思ってるんだ。ヒカル、いつも笑顔で不気味だし、なんか絡みづらい。このサークルの部長だ。もうストーリーが進行しました。得な話が聞けなかった。まあ、確かに。さあ、まだやっていきましょうか。操作終了。テレビ。大学に入った時に買ったテレビだ。リモコンだ。おい、汚ねえな、部屋。こんなところにトイレットペーパー。扉の向こうに続いてるみたいだ。行ってみるか。お、進展しましたね。ま、現場を調べるのは当然だな。うわ、くさ。近づいただけでこの匂い。強烈すぎて開けられないな。みんなに相談してみるか。お、進行しましたね。なるほど、こういった感じで。ここは開けられないってことだ。なるほど、じゃあちょっと先にカーテン。サイレンの長さが違うカーテン。買ってから気がついたんだよな。あるある、まあ、俺はないですけどね。みんな、まあ多分、はい、新居のあるあるですね。捨て忘れたゴミ袋が、中には俺の大好きなキノコの村の空箱ばかり入っている。あっと、ちょっと俺言わない方がよかったね。誰か捨てに行ってくれないかな。キノコの村でしたね。はい、ちょっと俺が勘違いしてたみたいですね。じゃあみんなに聞いてみましょう。なあ若葉、トイレが臭くて調べられないんだ。どうすればいいかな。いくらあんたのお部屋でも換気扇くらいついてるでしょ。天才。それほどでもないよ。じゃあもういいですかね、これ聞かなくて。はい、換気扇をつけましょう。あ、しっかり換気扇をつけると。よし、これでトイレに入れるぞ。お、いいですね。なかなかサクサクの、非常にプレイしやすいです。お、バナナかは、早く滑ってベンチに顔を突っ込むところだった。捨てておこう。誰かが食べたバナナかは、俺のおやつだったのに。ちょっとこれはいきなり、一回、サクラのところ行きたいですけど、ちょっと調べましょう、先に。ここからトイレットペーパーが伸びていたのか。一体誰の仕業なんだ、無駄遣いしやがって。トイレットペーパー。別にいいや、そこまではしちゃなくていい。なんだあれ、君と一緒に今良い今宵、ちょっと読めない、すいません。あいつの顔がうっすら映っているけど名前が違うよな。なるほど、これは全員に聞いていけという感じですかね。もしかして、おそらく犯人はトイレに座ってことを済ませたはずだ。犯行を再現するためにも一度トイレに座ってみるか。犯人の気持ちがわかるかと思ったけど、そんなことはなかったな。それにしてももう5月か。釣らないと気づかなかったな。そういえば俺、カレンダーめくったっけ。てれれー。アホだはカレンダーを手に入れた。ロケットに丸めておこう。
こう、誰かが、新聞の負け、誰かが破ったの、こんな場所に。もちろん、中の証拠はそのまま残してある。へへ、事件の匂いがするぜ。うまい。早速。わざと流したんじゃないの？どうしてそう思ったんだ？あの通り、桜は可愛いわね。可愛いわね。桜の驚く反応を見て楽しむために流さなかったんじゃないの？全くイカれてるわ。いやいや、お前の方がイカれてるよ。余談だけど、俺が腹を壊したのは若葉が提案したジェリロシアンルーレットのせいなんだ。最低だな、若葉。アホだはイカれた性格、性癖を持ってる。それが犯行動機よ。この、けだもの。今の発言重要なんじゃないのか？嘘。アホだはイカれた性癖を持ってる。重要なの？ちょっと一回大したことじゃないからね、押していいですか？まあいいや。テレビもう一回、調べられる何か。ちょっと若葉に、さくらに、バナナ調べよう。聞いてみましょう。そういえば、さくらはトイレに行って、すぐ叫んだよな。お前トイレしてないんじゃないのか。あのだ、そういうの、セクハラって若葉が言ってたよ。ごめん。まあいいけど、バナナの皮捨てに行ってただけだし、ひでえな。この部屋が、どこもゴミ箱に見えてしまう桜の気持ちもわかるわ。いやいや、ゴミ箱に捨ててくれよっていうか、桜を止めろよ。若葉のやつ、桜にだけは甘いんだよな。さあ、ボスの名刺、お前何か気になったことはないか？あるよ、僕に感謝してほしいね。君、カレンダーが先月のままだったよ。そうそう、忘れてたんだよな。ということは、僕はジェントルマンだからね、カレンダーをめくっておいてあげたのさ。今の発言重要なんじゃないか。これは重要だ。今の発言覚えたからな。おう、証言を記録しました。ああ、なるほど。今覚えた証言、アホだ、二つまでしか覚えられません。そうなんです。二つまでしか覚えられないんですよ。こういうことなんですね。なるほど。さあ、最後に。ヒカル、お前何か気になったことはないか？あ、そうそう。何かあるのか？うん、トイレットペーパーのことだけど、あんなに無駄遣いして紙が少なくなっていたね。今の発言重要なんじゃないのか？え？紙が少なくなっていた？わかんねえ。わかんないけど、なんか、重要な気がする。紙普通にあったし、操作終了でいいんじゃないか、これは。ちょっと一回操作終了で行ってみていいですか？はい、じゃあここで操作終了したいと思います。はい。証拠も揃ってきたし。俺のあだ名が、んーになってしまう前にあいつらを呼び集めるか。はい、操作を暴く。あ、間違えた。操作は暴くじゃない。犯人は暴く。さあ、これで。はい、次へ。あ、今なんか言ってたけど。まあいいや。犯人は暴け。誰か犯人。おお。なかなか凝っている。手がかりをもとに、今度こそ犯人を探し当ててやる。あ、ナレーションじゃねえ。わざわざ全員呼んで何のつもり？それなりの話なんだよね。ああ、みんなを呼んだのが、他でもない。もう一度犯人を考え直してもらいたいんだ。何かと思えば、アホダ君。それはもう終わった話じゃないのかい？君が犯人だと、全員が納得の上でね。でも俺が、どっちでも一緒だよな、これは。でも俺が犯人だという証拠はない。俺が犯人だと証明してみせろ。まあ、上で。あ、グッド。でも俺が犯人だという証拠はない。証拠か。現場にあったならかなり徹底的だと言えるんだけど、現場に証拠。そういえば一つだけ俺のものではないものがあったよな。アホだ。犯人に繋がるものはなかったか？
俺のものではないのは名刺。オッケー。この名刺はトイレに落ちていたもので俺のものじゃない。つまり犯人がトイレで落としたものだと考えられる。なるほど。その名刺の所有者さえ見つけ出せればそいつが犯人だと分かる。やるじゃないかアホだ。さあこの名刺は誰のもんだ。出てこいよ犯人さよ。ふふふ。なんだ、何がおかしいんだよ。ねえ、それってこれのこと？持ってる持ってる。ああ、それそれって、なんでみんな持ってるんだよ。女子だけ当たりから10枚ずつもらったのよ。捨てるの忘れてた。こいつ、売れなくて名刺を落ちてつけてるんじゃないのか。確かにそれは僕の名刺さ。でも聞いたかい？フェアレディたち。名刺の所有者が犯人だって言うんだ。アホダ君は女性陣にも容疑をかけてるということになるんじゃないのかい？はぁ、あ。いやー、女子が犯人だとは言いたいわけじゃ。さすがにまずいんじゃないかな、アホだ。私たちが流し忘れたって、自分が何を言ってるか分かってる。だから、これは、その、口が聞けるうちに流し忘れてごめんなさいと謝った方がいいんじゃないのかい？誰が謝るか認めるわけないだろ。とは言っても、この名刺はもうゴミも当然。ぷ、所詮口先だけの男だったのさ。他にもトイレを使ったやつが分かれば、ここまで一方的な試合にはならなかったろうな。口先、トイレを使ったやつ、そうか。まだ終わってない。今度は何なんだい？証拠がダメでも、俺は重要な証言を掴んだんだよ。それが証拠に匹敵するとでも言うの？聞くだけ無駄なのさ。みんなももう、解散しようじゃないか。待って、聞くだけ聞こうじゃない。ただし、また外れなことを言ったらお仕置きを。はい。ああ、それだけ、それでいい。重要な証言はこれだ。はい、これでしょう。ちょっと待ってね。うん、これでしょう。俺はジェントルマンだからね、カレンダーをめくっておいた、あれだのさ。トイレにあるカレンダー、これで間違いないよな。僕にとっても親切な男なのさ。僕はとっても親切な男なのさ。それが何だって言うんだい？あかり、そのカレンダーは、いつめくったんだ？はぁ、さくらの悲鳴を聞いてみんなで駆けつけただろ。駆けつけただろ。あの時ちょちょいとめくったのさ。カレンダー、そんなものあった？What？ 若葉の反応は当然だ。トイレを少し覗いた程度じゃ。カレンダーは絶対に見えないんだからな。どういうことか説明してもらえるかい？なんたってカレンダーは扉の後ろにつけてある。中に入ったやつしかカレンダーには気づけないんだよ。アホだのくせにやるじゃない。つまりあかりはトイレを使ったということか。そうだ、このトイレ事件の犯人は。おお、最後にしっかりと選ばせてくれる。あかり、これちょっと違う人もやってみたいけどね。間違えたいけど、うん、ちゃんとあかり選んで。あかり、あかり、お前が認めよう。僕がトイレの中に入ったことをね。やっと認めてくれたか。流さなかったくらい気にするなよな。でもう僕はトイレに入っただけでトイレをしたという証明にはならないんじゃないか。はは、トイレに入ったらやること決まってんだろ。僕はジェントルマン、紳士だからね。君の部屋は汚らしい。レディーたちを使うかもしれないトイレをチェックするのは紳士として当然の行いなのさ。アカリはあくまで中をチェックしただけと言いたいのね。確かに筋は通っているよ。嘘だろみんな、あっさり流さないでくれよ。クソ、どいつもこいつもバカばっかりだ。なんだか君の顔のようにぼんやりとしている推理だね、アオバ君。これ以上出せるものが何もない。かといってこのままアカリに負けるなんて絶対にごめんだ。さーてレディーたち、アホダ君のつまらない欲求はそこそこに、僕からプレゼント。え、プレゼント、どこどこ。さくらちょっと離れていってくれないかい。赤字のやつ、女子が近づいたのに一歩引いたぞ。
どこなの？早くちょうだい。ああ、危ないから。とりあえず落ち着いてくれないかい。赤字。触れない方がいいと思ってたけど、お前何か隠してるだろ。な、隠してるって何をだい？ああ、鏡に映っていたもの。まあ、しかわかん、しか考えられない。赤字、サクラが後ろに回ったぞ。ファッチ！これは、くそ、しまった。こんな重大な隠し事はどうして僕たちは気づけなかったんだ。簡単なことさ。あいつはずっと、俺たちの背後にいたんだ。ついにみんなの背後にいたというの。うるさいよ。僕もこれはトイレ事件と何の関係もないんじゃないのかい。それもそうね。赤木のインパクトで事件をうやむやにするつもり。まさか俺が注目してほしいのはパンツから出ているもん。パンツか出てるものはちょっと迷うな。背中の汚さがどうでもいいけど、パンツから出ているものにしようか。パンツでもいいんだけど。おいち、赤色のパンツからひらひら玉が出ているものだ。まさか。どうやらお前自身も気づいていなかったらしい。そのひらひらの正体、それはトイレットペーパー。お前は流し忘れただけじゃなくて、決定的なミスを犯した。赤字の最大のミス、それは髪をパンツに巻き込んだ。不自然に長く出しっぱなしになっていたトイレットペーパー、これはパンツにトイレットペーパーを巻き込んだことによって落ちたんだ。ペーパーは途中で切れて赤字の後ろに残ったということか。赤字、あんただったのね。違うと言うなら見せてもらおうか。パンツの中のひらひらが何なのか。くぅーらー。桜が叫んだ時には、もしや、と思ったのさ。ひゃ、あー、今のは、トイレの方からだ。そういえば僕はさっき、間違いであってくれ。間違いであってほしかったよ。あ、おい、誰だよこれ。僕だよ。え、まさか犯人探しの流れかい。こうなれば仕方ない。ははーん。どうしたんだ、あかり。わかったのさ。この事件の犯人がね。気が動転していた僕は、とにかく誰かの、処理に、しなきゃ、そう思ったのさ。犯人探しなんて始めなければ、悲しむ奴は誰一人いなかったはずなのにな。もう僕は、このサークルにはいられないね。イケメンホストの僕が流し忘れたなんて、レディーたちは幻滅したんじゃないのかい？バカね。あなたには最初から幻滅しているわ。つまりどういうことなんだい？バカバー、早くご飯にしようよ。さくらもこう言ってるし、許してあげると言ってるのよ。優しいじゃないか、レディーたち。よし、決めた。彼女たちが僕を求め続ける限り、僕はやめないさ。触れていいのかわからないけど、その服は一体、僕ほどのルックスとなれば全てを着飾る必要はないのさ。強がってるけど、服も変えてないあたり、ホスト業もうまくいってないんでしょ。この後俺たちは少しずつお金を出し合って、赤人に服を買ってあげることにした。
なんだかんだメンバーが書けなくてよかったよな。な、アホだ。チェ、男が一人減ると思ったのに。アホだもん、アホだわな。したいほどは。すいません。ま、俺の名誉は守れたし、よしとするか。それじゃあトイレの話は水に流して、飲み直そうぜ。飲み会は仕切り直され、俺は無事トイレに駆け込んで、腹痛とさよならした。その後流し忘れたのは内緒の話だ。事件解決。乾杯さ。やりました。無事、評価も S で最高ですね。最終テンション最高でリトライ0倍。あなたにしては上出来ね。うるせえわ。はい、じゃあ今回はこのトイレ事件。はい。まあ面白いんですけど、ちょっとごめんなさい。あ、アンケートだったんだ。面白いにすればよかった。次いつになるか分かりませんが、次は紅のカリフラワーということで、ちょっと、事件のね、殺人事件の匂いがしますが、はい、今回無事ね、このケース1の置き去りのダークマターを、評価 S で、リトライすることなくクリアすることができました。はい、この動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。他にやってほしいゲームがあったら、じゃんじゃん、コメント、どんどんコメントしてください。それでは、バカサスペンス、何でしたっけ、忘れましたが、はい、でした。熱すぎる。エクストラとか。はい、バカサスペンスで遊んでみました。はい、ではまたどこかで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。